あるよ。違う。そうですね。ガラスが下がって、あ、そうか、で、交換、ここからだ。ミドルはずなの。これ、やっぱ、あれだよね。ちゃんと、だからここで分かれてるんだ。みんな苦労しとったからあんまりやな。そうですね、乗り越えるのが実は今日苦手ですけどね、かなり苦労してるんですけども、で、ペダルの方でこのスイッチ何かつけてるんで、パワーウィンドウっぽいですね、これが。いや、多分剣道ですから、あ、これが、そうならないように、1ヶ月以上前から練習してたんですね、はい、ちょっと普通の車と違って訓練が、そうですね、はい、無事に戻ってきましたね、はい、はい、しっかりと練習してきました。帰ってくるんで良かったなと思います、はい、帰ってくるまでがやっぱりすごく面白いですからね。さあ、それでは打って変わって、また個性的な車両登場しています。続いての車両は1959年ヒカデラク、エルドラド、ヤーリンクです。この車両には愛知警察署長甲斐隆様にご乗車いただきます。こんだけ、コアに、いや、コアじゃない、思ってました。エンジンを交換、はい、ブラッシュの大王の言われた、はい、それでは最初はでもね、当時の
この前の映画見えるような形ですね。あれ機能的には何の意味もあります。飾りなんです。ただやっぱり当時はですね、プロペラからのジェットに乗って、もう少しだったら宇宙に行ったことで、最先端は空にあったということで、まあ、そのイメージとかスピード感が映像に現れています。オリンピックの映像とか金とブースとなります。プレゼンテーション担当者ご紹介しましょう。株式会社金と布川康之さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、金と布川でございます。よろしくお願いいたします。もう慣れていらっしゃるということで。慣れてはいないです。本当です。でももう去年もその前もという形で。そうですね、一昨年初出場させていただいて、3回目になります。はい、でこちらもですね、多くの皆様がこう車の中を覗き込みながらということですけども、どういった自信が。初めて作ったセリカのリフトバッグという車を今日は展示させていただきます。はい、皆さんもパシャパシャと撮っておりますけども、もう少し具体的に伺いますと、サブスク。はい、月々定額で税金とか保険とかメンテナンスを込み込みでやらさせていただいている。これが新車のビジネス。新車のビジネス、はい、で今回のそのヴィンテージクラブということで、どのようなことをこうやっているというか。はい、富田さん、はい、あ、いらっしゃいました、富田さん。これのトヨタの富田さんなんですけど、はい、ここと、あと新名工業、あれ、本田さん、逃げないで逃げないで、はい、はい、せっかくですので、まあ、こういう仲間で、古い車をレストアしまして、はい、でそれをお客様向けに、まあ、今日みたいなイベントだとかレンタカーだとかで、はい、お使いいただく。お客様も大人の皆さんも賑やかになっておりましたけども、ちょうどいいタイミングで今開きました。ガチャですね。やりますか。やりたいです。あ、どうぞどうぞ、はい、いいですか、はいはい、本来はどうするんですか、このまま。まず、携帯持っていらっしゃいますか。携帯、今手元にないですけども、はい、まあ、フォローしたとします、はい、皆さんいいですか。フォローしました。そうするとメダルが手に。ブランド、スポーツカー今も出していますけれども、はい、そして例えばここにある AE86 ですね、はい、で70スープラ、80スープラ、新しくスープラを出します、はい、ってなると、あ、じゃあ俺の70スープラ、80スープラどうなるんだっていう風になるじゃないですか。なりますよね。そうですね、はい、その方たちに対して、じゃあ我々も70スープラ、80スープラのお客さんパーツが用意されていると。はい、特に、スポーツカー、そして、ランクル系が長く乗り続けられる傾向にある車種、すごく根強い人気がありますの で今保有台数を見ても、スポーツカー系、ランクルカー系に関してはあまり減っていないんですね。なのでずっと今のオーナーさん、先ほどねお名刺いただいた時に、確かにコモン変な知事ってなってはいましたけども、そんな、なんでそう呼ばれちゃってるんですかっていうぐらいですけども、うん、ちょっとマイクの方ワイヤータッグとかしなくても、もうなんかクランキング、クランクで。さあ、それでは早速次のブースも、とても多くの皆さんでにぎやかになっておりますね。さあ、車はよろず相談ブースにやってきました。プレゼンテーション担当者ご紹介したいと思いますが、いらっしゃいますか。先ほどもね、打ち合わせの時に、車ですね、ロータリーフラシックフェスティバルですか。ゆっくりとご覧いただきまして、今日せっかく皆さんいらっしゃいますので、いろいろお話を聞いてみてはいかがでしょうか。今日飾ってる車はレンタカーで出してますので、はい、実際にご予約いただいてお乗りいただくこともできますので。そうなんですか。そうと聞いたら皆さんもっと詳しく聞きたくなりますよね。ぜひこのキットブースにお越しいただきまして、これ乗りたいんだけどからでいいんですか。それでいいです。いいですか。でそこからあら、そうですか、いただきました。他に、はい、僕たちのキーホルダーとかですね、看板地だとか、はい、
ホイールキャップとかなんかまあいろいろありますよね。おー、いろいろある、はい、ぜひこの機会にフォロワーになっていただいて、もうガチャ今すごいブームじゃないですか。そうです ね、これ誰でもできるんですね、お子さんでも、はい、フォローいただければ。ヘリテージパーツというブランドでパーツを再生産復刻しています。パーツの復刻、はい、今日会場でたくさんのクラシックカーあると思うんですけども、トヨタって新しく新車が出てくる、はい、そのパーツは常に買うことができるんですけれども、やっぱりこういった生産を終えてしまった車に関してはだんだんとパーツが出なくなってしまう、買えなくなってしまうっていうような現象がお客さんに答えたいっていうその思いです。そういうことですね、はい、で特にこの A86 は昨年今年ですかねのオートサロンでも水素そして電気 の、 エンジンを乗せ替えて、ただな外見は A86 ですよというふうに出させてもらったんですけれども、はい、そういうふうにこの自分の愛車この見た目のまま乗りたいっていうお客さんがやっぱりすごく多いです。でこういったことっていうのはどのようにこう申し込むというか購入すればいいんですか？ありがとうございます。お近くのトヨタのディーラーさんで、はい、このパーツありませんかみたいな話をしていただければディーラーさんでも買えますし、ディーラーさんでもいいですね、はい、ジェームスさんであったりとか、はい、ネットでは楽天市場でも取り扱っているので、例えばじゃあ今日はここにブースがあるということでいろいろと相談もできるし、はい、ぜひぜひ、ね、こんなパーツあるっていうちょっとした、ね、はい、声掛けもできるってことですね。はい、ぜひ今後のラインナップの検討もさせていただきたいなと思うので、ぜひお声掛けいただければなと思います。はい、ありがとうございます。ぜひブースにお越しください。 GR ヘリテージパーツブース、トヨタ自動車の神谷浩二さんでした。ありがとう。今回第36回ですね。第1回から私はこれ立っているんです。そこがすごい、はい、青少年公園の未来の車、未来の車だった、未来の車だった、34年前、ね、今はモリコロパークの、モリコロパークのね、ここ芝生広場になっておりますけども、ね、その時に来ていただいた方、お会いした方が未だに来てくれる人がおるんですね。あ、そうなんですね。じゃあもう今日もうにっこり笑顔されてますけども、はい、何回かお会いしてる、まだお前やっとるんだな。そんなことでも石川さんとかそうなってくれますね。そうしたことで特に私はトヨタ社の不安作りというものでずっと頑張っておるジジイなんです。トヨタ社の不安作りということですね。はい、それはどういうことかというと、車ってくると部品打ち切りだよということで、もうそこから車検が受けられないね、いろんな角度から撮っていただければと思います。はい、それでは最後の車トヨタ 2000GT モンドカー見事戻ってきました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さあ、というわけで走行披露4台皆様にご覧いただきました。コスモ副館長、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆様、トヨタ博物館のマスモ副館長に大きな拍手をお願いいたします。電車プレゼンショーに移らせていただきます。準備ができるまで今しばらくお待ちください。ちょっと待って、見るだけ、ちょっと青いやつは見るだけ、なんで組み立てる、これは、ここからですね、司会は私大島由美子が担当させていただきます。大島の広場、ブース並んでいますね。一つずつですねお話を伺っていきますので、よろしければまずはですね、GR ヘリテージパーツブースにおりますのでお越しください。お待ちしております。頑張るということで、すごい手帳が出てまいりました。黒革の手帳、はい、この上にもですね何か文字が
100人競ったことをついに成す、トヨタ佐吉工がおっしゃった、はい、あの商業はフェスティバルではここに立っていただきまして、その他にも愛を持って車に接してるっていう、はい、そのしかし何が変な知人なんですか、やっぱり変な知人だと思うよ、手帳出てきました言うんですが、いいですか、私の会社はまだ使えるのに、それスタッフを連れてきて、今、まあ、いろいろ相談があって、それが34回目34回もここにね、はい、お越しいただきまして、はい、でもう本当にトヨタの愛をすごく今語っていただきました。だからこそですよね、自動車整備士として賞も受賞されてる、賞っていう、まあ、よく分からんですけど、私はまずお客様が喜んでいただくことを、はい、もう一つ会社が喜ぶことね、そうですね、僕らはこの車たちをですね、まあ、ちょっと臭い言葉かもしれないけど相棒だと思ってます、仕事をする上での同じ仲間だと思ってますので、仲間がいつまでたっても、ね、元気に動いてくれればと思って日々整備なのですね、精進しているという形になっています。はい、戻ってきましたね、戻ってきましたね、本当にそれぞれエンジン音も個性的で、はい、これ聞けるっていうのは貴重な場ですよね。そうですね、今日まさにね、本当に皆さんも真剣にこう漁るような感じで見ていただいてますし、パーツもありますのでね、ひょっとしたらね、自分が探しておるパーツがあったら非常にお宝だと思うんです。そうですね、はい、むちゃくちゃ安い値段で出てるんです。あ、ぜひ皆さん移動していただいております、はい、で、もう今日一日もちろん石川さんはここにいらっしゃる、はいはいはい、変なじじいって声かけちゃってもいいんですか、はい、ありがとうございます。名刺が、証拠の名刺が欲しければいつでも言っていただけたら差し上げます、はい、これシールが貼ってあるんです。もう本当にシティに戻るボタンである。全てスケジュールから何もかもを記している貴重な手帳を見せていただきましたけども、さらに変なジジイが、またさらに変なジジイが、でももうそのね、石川さんのご自身でおっしゃった変なジジイということで皆さん集まってきてますもん、これだけの方が。そうだな、ねえ、で、ちっちゃい、ありがとうございます。さあ、それでは続いてまいりましょう。続いてのブースこちらになります。はい、MG モータースポーツミュージアムということでプレゼンテーション、トヨタ自動車株式会社山田拓也さん、いろいろお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。こともありましてお邪魔したんですけども、もう行ったことあります？はい、あります。入った瞬間からもう特別感が溢れてまして、すごいですよね。あの車が展示されてるんですけども、こんな感じで展示されてますよね、はい、正面ではなくここですね、こんな感じで、本当4年ぶり走行披露ということになりました。そうなんですね、はい、私も映画拝見したんですけど、そうですか、はい、もうすごくやっぱりフォトジェニックというか、そうですね、日本車のイメージを覆すようなデザインですよね、はい、それまでの車も当然日本車は戦後10年以上経ってあったんですけど、うん、この車って、まあ、日本車のですね、世界の見る目が変わった時代と言われています。世界にとっても衝撃的だったんですか？まさか日本がここまでの車を出すということもですね、まあ、衝撃的だったんじゃないかと思います。
映画に、だって007の映画に日本車が採用されるっていうのもまず驚きですもんね。そうですね、あのこの車は実は元違うアメリカ車だったんです。ロードモデルの車で、なるほど、その映画のために大きい車。そうです、そのためだけですね。エトラフタムで上げましたけどね、これもなかなかですね、実は左右がすごく違くてですね、右が上がったときは左が上がりましたけど、無事に近くはこんな感じで、しっかりと見るつもりですので、はい、いやもうね、私実はそのミュージアムに足を踏み入れることができなかったんですよ。そうだったんですよ。せっかくだったんですけども、あの伺うことができず、しかもこうホテルも、これはあれです、普通の実はお部屋の中に入ることができなくてですね、ちょっと教えてもらっていいですか？そうですね、はい、まさにここにあるんですけれども、そうですね、富士山を見渡したいと、やっぱりキャンプいいねっていう話をね、あの去年の秋にオープンしたので、やっと1年を迎えることができました。1周年なんですよね、おめでとうございます。まだまだあの医者の飛び出しベースの32歳ですが、石川さんの86歳に比べたらまだまだでございます。これからこれから1年ずつ年を重ねていくわけですけども、そのミュージアムもう少し詳しく伺うと、はい、すいません、さっき言っちゃいましたけれども、トヨタ博物館は本当にいろんな車もあるんですけど、こちらはモータースポーツだけど、トヨタだけじゃなくて一発がかかりましたね。はい、ではですね、今から1960年の2021通称ボンドカーを走行したいと思います。では小林さん、よろしくお願いします。はい、お待たせいたしました。1966年 2000GP ボンドカーのスタートです。いってらっしゃい。どこだ？喜んでいただける方たちですね、皆さんをちょっとでレギュラー知らずにしていきたいなという気持ちもあってですね、日々あの整備士の方がですね、いろんな数字の方がいろんなところで整備してるんです。あ、一緒にやってきましたね。はい、じゃあこちらにお客様にですね、ユーズマクタムがクーポンゆっくり見ていただきます。小林さん、ユーズマクタムが来てください。昭和41年式だった。ちょっとあの役になりきってて、あんまり私のこと聞いてないかもしれません。で、ずーっと乗ってて、オートマで思います。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもあの富士モータースポーツミュージアムはじめビレッジをお楽しみいただきたいと思います。ということで、トヨタ自動車株式会社山田拓也さん、お話を伺いました。ありがとうございました。待ってます。またこちらで12時半から9時ありますので、よろしくお願いします。9時もあるそうです。ぜひ皆さんね、お越しください。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、続いてトヨタスマイル。私も愛知県なので、ここから富士スピードウェイのあの会場まで行くって結構しんどいかなと思ったんですが、ですがですが、もうその道中ね、高速出したらサービスエリアとかもあるし、立ち寄りながら楽しかったんです。そうなんです、本当にこうドライブを楽しみながらそこのあの素敵な空間に行くっていう高揚感もありますよね。そう、ありました。だからあっという間、大体時間だとここからだと2時間半2時間半から3時間くらいですよね。ゲームを決めて、今日はドイツ車、来月はフランス車とかまでやってあっということで、そういったあの何ですか、車好きの皆さんがテーマを決めて集まって、そうするといろんな人がいらっしゃるんですね。いや、それはそうですよね。だって語り合える場所なんですもんね。で、そこで美味しいものを食べて語り合ったりとか、車を見て語り合ったりとか、あるいはそのドレッドマーケットを走るあのスピードで走るレーシングカーを見て一周していただきましたけど、やっぱりこのモータースポーツ車両が富士スピードウェイを全開で走るじゃない、これをホテルから、あるいはこのミュージアムカフェのテラス3階から見下ろすことができるんです。こんな格別な空間もめったにないですよ。すごいですね。かなっていただいております。
けども、でもまあそういったものをたくさん今エリアがあってフォレストになっている。正直ガレージを作っていただいて見学することができます。さらには私たちのルーキーレーシングも大きなガレージを持ってそこで見学することができます。なので、モーターは、ヘイ、あれ、真ん中で、寸分かがわりの形の車作ってんやけど、ありがとうございました。真ん中から2周目、横の辺から3分の1ミリ。はい。役には立たないけれど、飾りとしてきらびやかなものを作るっていう。車と言いつつも、7000ドルぐらいの平価でしたので、8000ドルぐらいで、そんなに恐ろしく高いとかっていうことでもなんかなかなかしいですね。で、先ほど言ったように、見ててもないですよね。あれが工業にもあるからね。はい、ピカピカで無事戻ってきていただきました。はい、どうもありがとうございました。白のスーツがよく似合うような存在ですね。運転手と覚えてますね。この先のクリトナージャー1ヶ月前から練習というね、休み返上で練習したってこともありました、はい、貴重な車両ですから緊張しますよね。そして最後の車両は この車はもう朝から展示してますけど、まあ、皆さんの方が逆によく知ってるんじゃないですか。1967年、はい、皆さん、はい、モンドモノと言いますけど67年に出たというのなんですけど、これは後で説明しますけども、おうちと車についてをテーマに、ご意見とご要望をお伺いしておりますので、お気軽にお立ち寄りいただきたいのと、アンケートに答えていただきますと、まあ、ガラガラ訓練を行ってますし、出る玉によって商品が変わります。まだ一方のスイッチは出ておりませんので、まだチャンスはあります。あと、チェックマンというトヨタホームのキャラクターのぬいぐるみも用意しておりますので、ぜひチャレンジしてみてください。ありがとうございます。ちょうどそのブースの近くに住まう方々の、ライフのスマイルに掲げ、住宅、あと街づくり、と賃貸の方の、住宅生活を、トータルサポートし、お客様の生活を通じて役立て立てる会社を目指しております。で、本日ですね、昨年の、4月に初代クラフトベストアプロジェクトというのに、参加させていただきました。それと新規発売工場でご協力させて、島岡さん、これ見る、はい、なんか炎出てるように見ません、あのオレンジ色の部分ですね、はい、これも多分あの当時ジェットコールで変えた時に何も出ないんですけど、そういったイオンメッセージのスモーランのランプが上げようとしてる SFA が出てきそうな、そうですね、まずこちらではどのようなものが出ているのでしょうか。さあ、その一つがまずこちらにありますね。ご紹介させていただいておりますけども、続いてのブースに参りましょう。続いてはこちらですね、トヨタ安全ホタル体験コーナーということで、お邪魔したいと思います。ホタルですね、体験ができるトヨタだ。トーションプレートに板があるんで、全部書いてある。
まあ、どうしても反応が遅れてくると、まあ、どんどん綺麗だよ、綺麗だね。まあ、今のご自身の運動能力を知っていただくと、なるほど、ぜひ皆さん体験しに来てくださいね。なかなか体験できるものではないですもんね。でも、今度のあれでは、攻めたら変われたよね。これはぜひ皆さん体験してみてください。いや気をつけなきゃすごく改めて思いました、はい、さあでは続いてはお子さんたちも何やら言ってますし、先でいいところに行くんです。離れたところがあれば、車にべったりついているものもあるので、今、しっかりと確認しました。では、ちょっと失礼しまして、手続きに進めてきました。今、あれ、手で何だったの？とても綺麗で、片付けられたんですかっていうぐらいの、どこも見てたんですかね。シャッフルみたいな。私もね、1時代みんなのガスガスって時代もあったんですよ。一緒やん。印刷だから。